鶏肉を使用したマンディー・ファトゥーと牛肉を使用したスープイエメン料理はイエメンで主に食されている料理である。イエメン料理は中東地域に共通して見られる料理とは大きな隔たりがあり、さらに国内でも地域によって料理に大きな違いがある。歴史を通じイエメン料理は北部地域においてオスマン帝国の料理の影響を受けている。一方、南部地域にあるアデンでは ムガル帝国の料理の影響が見られる。しかし、これらの影響は過去300年間の間に受けたものであり、現代においてはイエメン料理は湾岸諸国においても一般的な料理となっている。鶏肉、ヤギ、羊肉が多く食されており、高価な牛肉は消費量が少ない。魚肉も食され、特に海に面した地域では消費量が多い。チーズ、バター、 その他の乳製品はイエメン料理においてはあまり一般的には使用されていない。バターミルクは牧畜の盛んな地域では日常的に使用されている。一般的に使用されている油は植物油やギーでありペーストリーを作る際にはセブンとして知られるスマッシュバターを使用する。ハワイージュとして知られる香辛料は多くのイエメン料理に使用されている。ハワイイジュには アニスシード、フェンネルシード、生姜、カルダモンが含まれている。イエメンで人気のある料理としては、アシード、ビントアルサフン、ズルビアーン、ファフサ、ファテ、ファトゥート、フールメダメス、ハリーシュ、ジャフヌン、コムロ、マンディ、ムタッパク、サマクモファ、シャフート、スクックなどが挙げられる。国内の地域ごとに独自の料理文化を持つものの、サルタは、 国民食と考えられている。ベースとなるのは、マラクと呼ばれる肉のシチューであり、フェノグリーク、サハーウィクもしくはサホーカ、米、ジャガイモ、スクランブルエッグ、野菜が添えられることが一般的である。イエメンのタイラパンと共に食べることが多い。オグダは様々な材料を合わせた後に混んで作るシチューである。オグダには様々な種類があり、羊肉、鶏肉、 魚肉などの肉類を細かく刻んだ後トマト、人参、ジャガイモ、ズッキーニなどを含む様々な野菜と共に煮込んで作る。他は、タミーズ、ラホーハ、マルーガ、カデル、ファティール、クダム、ラシューシュ、オシャール、ハミラ、マラーワフなどがイエメンで一般的に食されているパンである。タイラパンは家庭にあるタブーンと呼ばれる釜で焼いて作られる。マルーガ、フブズ、 ハミラなどが家庭で作られることの多いパンである。店で購入するピタやロティもまた一般的である。紅茶シャーヒハリーブ、紅茶、キシュル、カフはカルカビン、ディバーはイエメンで一般的に見られる飲料である。マンゴーやグアバのジュースも人気がある。コーヒーや茶はイエメンで一般的に愛好されているが、サナーではコーヒーが好まれる一方で、黒茶は アデンやハドラマートで好まれる飲料となっている。茶は、朝食、昼食、夕食の際に食事と共に出される。茶は、クローブ、カルダモンやミントを加えて飲むことが多い。コーヒー豆の殻から作るキシュルと呼ばれる飲み物もまた人気がある。ありがとうございます。